風が出てきた。父よ、この戦で乱世が終わると思われるか。おえり、速やかに戦の世に幕を下ろす。それが覇道を選んだ者の務め。それを介せず逃げ抗う者たちに天下は過ぎた夢か。殿、各船の確認終了しました。このまま進発の命あるまで待機します。うん。祖祖様、この風ずっと吹くだか。うん、どうかしたのか、巨人。なんでもねえけど、なんだか気になるだよ。鋭いね、巨人。そう、この風はいずれ私たちの牙を。どういうことだ。この季節、川風はわずか一時だけ風向きを変えるそうです。東南の風、つまり向こうの船団からこちら側へ吹く風。ふん、風向きが変わったらどうなるというのか。奴らが木屋でも打ち込んでくる。まさにその通り。敵は火を用いる。風が変わるその時を待っているでしょう。まさか。そのまさかを考えるのが軍師の仕事ですから。大丈夫ですよ。敵の策、必ずや覆してみせます。この大河に劉備と呂宗憲の命運を断つ。我が盛況なる彰子を奮戦せよ。伝令、北側に孫権軍襲来。夜陰に乗じて乗り込んできました。北の敵はおそらく陽動。真の狙いはこちらの船団を燃やすことにある。深追いする必要はないよ。本陣を守る程度にいなしてほしいな。この俺が相手だ。かい、この五子恵が相手だ。さあ陽動勝負せよ。
勝負は次回に預けよう。さらば強敵を。敵将討ち取りました。これは船同士をつなぐ連関の剣か。このままでは家計で大打撃を受ける。この策の主、多分俺が知っている男だ。探そう。俺についてきてほしい。おう、助太刀くださるか。お見事、見せつけてくれますな。シゲ、やっぱり君か。この大戦団に連冠の剣はさすがだ。バレちゃしょうがないね。邪魔はさせないよ。やれやれ、原骨勝負は苦手なんだがね。Stop!
忘れてくれ。敵将打ち取りました。レンレ、南に展開していたサイボウが離反した模様。に行った方が良さそうだ。わしを殺す気だな。近寄ると言うならこちらも本気で行くぞ。話を聞いてくれる気はない。少し手荒に行かせてもらう。その首もらい受ける。いざ。などであなたを失いたくない。最後私を信じて戻ってきてくれないかな。なんとわしは騙されていたのか。船にお乗りを。ここに敵の急所をつきますぞ。ああ見事なものだね。見ているだけで楽しくなってくる。撃ち取りました。
私の計算を上回る強さですね。逃げるのみ。
働きを見せたな。制することができた。お前たちの武勇と知略にこの総猛徳に心から敬意を示す。さあ我らの勝利だ。皆勝ち時をあげよう。